ここはなんか木の御神木の学問の木トネリババゼの木聞いたことないな今から2500年前の中国儒教の素行史が指揮されたとですね、珍しい木が集められてその木の一つだと学問の木どうするんですか。どれがこれはこれが枯れちゃってますね。どういうこと言ってるんだろう、わかんないですけど、これは榊ですよ、ね、うん、この2つかな、こっち側のこれが石、秋葉様ですね。秋葉様と三王の神様、王さんの神様ですね。ここなんかあったと思うんですけど、ないし、そこもないし、その奥もないし、なんかいろいろないんですけど。